ストレスや疲れがたまりやすい現代では、頭を使いすぎることで血が集まり、末端までうまく流れないため、足が冷える傾向にあります。気の巡り、血の巡り、水の巡り。東洋では古来から3つの流れを巡らせ、頭は冷静で足は温かい、頭寒足熱であることが健やかで美しい体を保つことができると考えられてきました。アユーラはそんな東洋の英知と和漢植物の力、そして気、血、水それぞれの流れを促す独自の美容道で、人が自ら美しくなろうとする生命力を呼び覚まします。ビカッサボディセラムは和漢植物酸化ツ硫コンプレックス BD と芍薬根エキス GL 配合のボディ用クリーム状美容液です。毎日入浴後などの清潔な体に使用します。まず適量を手のひらで優しくなじませます。こっくりとしたクリーム状の美容液はなじませるだけでたっぷりの潤いを与えながら、肌を芯から柔軟に解きほぐし、透明感と張りのある滑らかで引き締まった肌へ導きます。巡りの滞りは体の下方にたまりやすいと言われています。週に 1,2 回ビカッサボディプレートでマッサージをすることで、潤いを与えながら血行を促進し、気、血、水の巡りを高めます。ビカッサボディプレートは焼き物で名高い石川の窯で丁寧に作られた陶磁器製です。心地よい滑らかな肌当たりと体のさまざまな部位にフィットする形状により、どなたでも簡単に本格的なビカッサボディマッサージが楽しめます。ビカッサボディマッサージは開き技、ほぐし技、流し技の簡単3ステップのマッサージをすることで、奥底から柔軟で引き締まった肌へ導きます。まずは片側の足元にビカッサボディセラムを伸ばします。この時は肌になじませきる必要はありません。ビカッサプレートは親指がプレートの中心に来るように軽く持ちます。開き技はまず A の突起を使って膝の裏の真ん中を上から下に向かって優しく5回滑らせます。次に A の突起を使って外側のくるぶしの下の前側から後ろ斜め上に向かってくるぶしの周りに沿って優しく5回滑らせます。続いて内側のくるぶしも同様に行います。B の二股をアキレス腱に挟むように当て、上から下に向かって優しく5回滑らせます。続いてほぐし技です。 C のカーブを使ってすねの骨の中心から指1本分外側を膝の下から足首に向かって小刻みに滑らせていきます。3回行います。次に D のカーブを使って足の甲の指骨の間を指の股に向かって5回滑らせ、最後に指の股を優しく押します。小指側から4ライン行います。
C のカーブを使って内側すねの骨の中心から指1本分後ろ側をくるぶしの上から膝に向かって小刻みに滑らせほぐします。3回行います。最後に流し技です。 C のカーブの裏側の面を肌に当て、足の形を整えるようにゆっくりと滑らせます。すねの骨の外側、足の甲、足の内側の骨の後ろ側、膝の下という順番で3回行います。最後に D のカーブを使って膝のお皿の内側から指3本分上にある血行を促すツボ、血回を気持ちよい程度に押したら終了です。マッサージの途中でプレートの滑りが悪くなってきたら、ヴィガッサボディセラムを少量足していきましょう。続いて反対側の足も同様に行います。ヴィガッサボディスラムは開発にあたり幾多の連用テストが行われました。そこで得られた結果をご紹介します。光を投射することで立体的なスキャニングを行い、見た目の体型変化を観察しました。ヴィガッサボディマッサージを続けて4週間後、足のむくみの改善が認められました。これは足の気・血・水を良循環に導くことで、体全体の循環力も向上したためだと考えられます。同じ肩のふくらはぎの血流量を測定しました。4週間後には鈍りがちになっていた血流が促され、冷えや代謝不良の改善が認められました。ヴィガッサフォースセラムは揺らいだ肌のこり感を芯から解きほぐすマッサージ美容液です。和漢植物酸化硫コンプレックスとコアエナジャイズ成分を配合、顔の肌のこり、アシムライトを解消し、肌の代謝を高めます。朝と晩、化粧液などで肌を整えた後に使用します。まずパール粒2個分程度を指先に取り、優しく顔全体に伸ばします。額、頬、目の周り、鼻筋、口の周り、フェイスラインに丁寧になじませます。その後、肌にある老廃物を流すようなイメージで、額、頬、顎と顔の中心から外側に向かって指を滑らせます。最後に軽く引き上げるように頬を包み込みます。週 1、2 回化粧液で肌を整えた後にヴィガッサプレートでマッサージを行い、顔の疲れやこり感を解きほぐして、滑らかに潤う肌と表情美を取り戻しましょう。ヴィガッサマッサージは開き技、ほぐし技、流し技の簡単3ステップのマッサージをすることで、奥底から柔軟で引き締まった肌へ導きます。まずはヴィガッサフォースセラムをパール粒2個分程度指先に取り、顔の右半分に広げます。この時は肌になじませきる必要はありません。
期待。頬、目の周り、鼻筋、口の周り、フェイスライン、さらに首元まで広げましょう。開き技は A の突起を使ってリンパ節を開きます。耳の前を下に向かってプレートを5回下ろします。耳の下、耳下腺リンパ節を下から上に向かってプレートを5回引き上げます。鎖骨の上を外側に向かってプレートを5回スライドします。ほぐし技は A の突起を使って細かく螺旋を描きながら優しくコリ感をほぐします。額は下から上に向かって数箇所に分けてまんべんなく顔のコリ感をほぐしていきます。この動作を2回繰り返します。眉頭から眉骨の上を通り、こめかみまで2回繰り返します。この時、まぶたの上はほぐさないでください。頬と顎は顔の中央から外側に引き上げるように数箇所に分けてまんべんなくほぐしていきます。この動作を2回繰り返します。最後に鼻筋の脇を口角に向かって2回繰り返します。流し技は老廃物を流すイメージで優しく滑らせます。まず B のカーブを使って額の中央からこめかみへプレートを3回滑らせます。頬、顎は顔の中央から耳の前へ3回滑らせます。気、血、水を巡らせるイメージで肌をピンと引き上げながら優しく滑らせましょう。次に C の二股を顎のラインに挟むように当て、顎先から耳の下へ向かって引き上げるように3回優しく滑らせます。最後に B のカーブを使って耳の下から首のラインに沿って鎖骨へ3回滑らせます。マッサージの途中でプレートの滑りが悪くなってきたら、美活サフォースセラムを少量足していきましょう。続いて反対側の顔も同様に行います。マッサージ後は肌がピンと引き締まった張り感を実感してください。
五感を心地よく満たし、肌、体、心に働きかけることで本来の美しさを引き出し輝かせていく。あなたもアユーラの東洋美学で綺麗の目覚めを感じてください。